皆さんこんにちは、えー。レック行政書士資格説明会、行政書士ってどんな仕事、どんな試験という形でお話しさせていただきます。レック専任講師の二飛と言います。よろしくお願いします。はい。 えー、資格説明会行政書士の資格説明会にお越しいただきましてありがとうございます。えー、本日は行政書士ってどんな試験あどんな仕事どんな試験という形でお話をさせていただきたいと思います。えーまあ、私もね開業して 行政書士開業して試験合格して2年後ぐらいにね登録を始めて今14年目ぐらいにねなりましたまあ、少しずつこう仕事の広がりなんかもね見始めて少しずつ まあ仕事の方はあ伸びてきたかなというところではあります。なのでまあ私もねずっと実務やってますので、えー、試験の概要を説明した後行政書士が行う業務を説明していきたいと思います。それではですねあの皆さんのお手元の方にこういうこうパンフレットがあると思いますのでこちらの方を出していただけますでしょうか。 でこれのです、ねえー、ページ12ページ、13ページを開いていただいてはい、こちらですねこのページですねでまず行政書士って、まあ、どんな試験ということでね、えー、試験の概要から説明させていただいた後に、えー、仕事の方を説明させていただければと思いますでまず行政書士の試験 まあ当然行政書士になるための試験だということになりますでこの行政書士試験は1年に1回の試験ということになるんですで行政書士の試験の問題数は全部で60問ということになります、えー、全部で60問これを1時から4時までの3時間でね、えー、解いていただくというのが行政書士試験ということになりますで 行政書士のこのこ出題ですねどういう形で出題されるかというとここを見ていただくと、えー、五子択一多子選択期日とこのまあ3種類で出題がなされるということになってます一番問題数が多いのはこの五子択一五子択一っていうのは5つの,もの5つの選択肢の中から1つ正解を選びなさいと、まあ、間違っているものを1つ選びなさいとか誤っているものを1つ選びなさいとかね、えー、そういう問題がこの五子択一です それから「多種選択式」これはまあ判例と呼ばれるような最高裁判所が出した判決文がありますのでそれがこう穴埋め空欄状態になってますのでそこに適切な語を選んで入れていただくというのが「多子選択式」それから法律に関するような記述自分でですね文章を書くと。 ういう形の出題がなされるのがこの記述式です、えー、40字程度で記述と書いてありますが、まあ、40字程度で記述する問題が、えー、全部で3問出るということになります、まあ、一番多いのは、ね、この五子択一式ということになるんです、まあ、この3つの形式で出題がなされていくということになりますさあそして右側に行っていただいてもうちょっと寄りましょうかね えー、ここからまあ出願から最終合格までの流れということなのでまあ7月以降ですね、えー、この時期にまあ願書を取得していただいて出願もしていただくということになりますで受験資格ですねあの行政書士の試験の特徴としては資格がねないですね受験資格に関してはないということになります年齢学歴国籍に関係なくこう誰でも受験をすることができるというのが行政書士試験の特徴 1> で1年に1回です試験期日は例年11月の第2日曜日に試験があるということですでまあ手数料7,000円とかね、えー、この時期にこう出していただくということになりますさあそして右側に行きましょう11月上旬なのでこれがまあ本試験の内容を示している部分ですで少し下に行って本試験ですねで 行政書士の試験科目ってどんな科目なんだということなんだけれども行政書士の試験科目は大きく分けてこう2つになります2つっていうのは何なのかっていうとまずここですね行政書士業務に関して必要な法令法律に関する出題まあ行政書士は法律家ですからね法律に関する出題がなされるそれからここですね一般知識 に関する出題がなされるということになります。なので、まあ法律と一般知識。で、法律系の資格なのにですね、この一般知識が出題されるっていうのがね、行政書士試験のまあ特徴の一つではありますね。で、法令編の方なんですけれども、どういう試験科目かということなんですが、まあ憲法、行政法、それから民法、商法、それから基礎法学と。えー、これが 法令編の試験科目です、まあ、憲法なんていうのはねあの日本の法体系の中で、えー、ピラミッドの頂点に位置してる、えー、基本的人権を確保するための法体系っていうのが憲法であります。で憲法なんかの問題に関してはねあの最高裁判所の判例とか条文をねしっかり学習していただくことになります。 さあそれからが行政法ですね行政法で行政法っていう法律はね実はないんですよ日本にはねないんですただ行政関連の法っていうのがたくさんあってでこれが行政関連の法って何かっていうと特にここですね行政手続法不服審査法それから行政事件訴訟法国家賠償と地方自治法と、まあ、これが 試験科目特に中心となる室題の方ということになりますで、特に重要なのがこの3つです手続き法不服審査法事件訴訟法ですね、えー、まあ、これが行政の主要三法でね、えー、これが室題の中心ということになりますで、ここら辺の科目に関してはこの三法に関しては、えー、条文の知識それから判例の知識をしっかり学習していただくということが必要になると まあ、条文そのままね、えー、出題の形で出されたりとか、過去に最高裁判所が出した判決、どういうものがあったのか、なんていう形で、整合を問う問題がね、えー、出ていますので、えー、条文と、それから判例ですね、えー、こういう学習がまあ、行政法はメインに、ねえー、なります。さあ、それから民法ですね。 民法はこう私たち詩人、私人というかね、まあ国民同士ですかね。国民同士がこう取引を行うような時に売買契約のルールだとか、賃貸借契約のルールだとかね。えー、あとは未成年者は法律行為契約が結べないとかね、えー。あとは人がお亡くなりになる前には遺言を書いたりとかね、えー。あとはお亡くなりになったら今度相続が発生するとか。そういうことがもうルール化されているっていうのがこの民法っていう法律になります。 で行政書士試験でね特に重要なのはこの行政法の中のこの主要3法とこの民法です。行政法はね、あのー、法令編がこれ46問出るって書いてありますけれどもそのうち行政法は択一式試験五試択一で19問でこの民法は9問と。 いいいうことととになっててますので、まあ、ウエイトが行政法と民法民はとても高い特に行政法なんてね19問ですから、えー、さらに期日式の問題も行政法から出ますのでね非常にこう行政法は重要な科目行政法をしっかり学習していただくことが行政書士試験合格への近道だということになります。まあ、あとは商法基礎法学なんてありますけどね商法は、まあ、商人同士とか。 承認、えー、同士で取引をするような時普通の国民同士が取引するような民法のルールだとね、えー、迅速大量継続的な取引にに向いていないのでね、えー、商法という特別な法律を設けて承認同士のルール、ね、っていうのを決めたというのが商法です。あとは全てに共通する法ルールなんていうのが基礎法学ですねねただ基礎法法以外でもでもす、ね、法改正とかね。 あのー、今までの法制定でどういう歴史があったのかとかね,ねそういったことも聞かれてくるので基礎学の分野は少し広いかなというところです、まあ、ただ基礎学はね全体で2問しか出題されないのでウェイトとしてはそんなに重くはないなというところですやっぱりこの行政法と民法ね、えー、ここをしっかり学習していただくということが必要さあそして今度はこちらですね行政書士業務に関連する一般知識です 先ほども言ったけれども行政書士試験の特徴として法律のみならず一般執筆も出題されるというのが特徴です。でここですね政治経済社会ということでまあ政治経済社会とてもねこれ実は範囲が広いということになります。で近年の行政書士試験はね大学入試レベルぐらいの政治経済が出題されるようになってきたなと。 ういうところもあってこう大学入試レベル用の予備校が出しているねあの政治経済社会のテキストとかこういったものも使っていくことはできるかと思いますただ当然レックの方でもあの講座ありますからねまずはここをメインにね、えー、合格講座の一般知識編を受講していただいてそれにプラスアルファする形でこう考えていただければと思いますねあの政治経済社会は範囲が広いんですよね えー、ですのでこう自分の方から特にね、えー、情報を得るということで態度とととしててはこう学習に向いていいいたただきたいというところなんですあの教えられたものを覚えるというよりはどんどん政治経済社会に関しては自分の方からこう前のめりになってね日頃の政治経済社会に関するニュースとかそういったところはどんどんこう自分の方から情報を取得していくということをやっていただきたいなと思います。 で政治なんかに関してはね政治資金規正法に関する出題があったりとか、えー、あとは経済なんかに関しては日本の景気変動とかね日本銀行の金融政策とかあ物価とかね、えー、そんなものが出題されたりとかで社会に関しても範囲が広くて保険制度とかね介護保険制度とか年金制度とかそういう社会保険の制度、えー、そういったものが聞かれたりとかあとは環境とかね えこういったものも社会に入ってきますので、えー、政治経済社会に関しては非常に範囲が広いということになりますから、まあ、先ほども言いましたけどね、えー、合格講座を受講していただくのを基礎にしてあとは自分でどんどん膨らませてねいただきたいっていうのが特にこの政治経済社会っていう科目ですさあもう一回こちら戻りましょうかね。 あとはこの「情報通信個人情報保護」なんてありますがこの「情報通信個人情報保護」は特に情報用語とか情報セキュリティ用語の意味なんかがね聞かれてくるっていうのが情報通信に関する出題個人情報保護は個人情報保護法という法律がありますのでそれをメインに学習していただくことになります近年この個人情報保護法が改正されてるんです で改正されて何年か経つんですけれどもね、えー、以前の解釈と結構個人情報保護に関する定義が増えたりとかね、えー、形になってますので、えー、その改正点を特にこう学習していただくってことは必要かと思いますね。さあそれから文章理解最後これ文章理解ですね。この文章理解っていうのは国語の長文読解問題,ですで長文読解問題が3問出るんです。 で長文読解問題が3問出るんだけれどもあの長文なんだよね。で最後の3問の問題が国語のの文章理解の問題とだから問題番号があ58番59番60番ということになるんです。えー、ですのでねあのその前に。 時間をこう使い切ってしまうと長文読解3問解かなきゃいけないのにあと10分しかないとかね1問3分ペースでこう解いていいいてかかななななきゃゃけないとかそんん感じになっちゃうんですねですので長文読解問題国語の問題しっかりね指示語とか理解しながら読めばまあ点は取れるかなとは思いますのでぜひこの国語の問題に関してもねあの早く読めるとかね えまあそんな特技持っている方はいいんだけれどもこう物事をこう読むのがね物事というかその文章を読むのが遅いというような方はどんどんこうトレーニングというか文章を早く読むトレーニングとかねえ新聞の一面とかねあのネットのニュースとかえこういったものをこう早く読むトレーニングとかそういったこともしてもいいと思いますね。さあ こういう形でまあ文章理解最後にね、えー、一般知識が14問です。なのでここですね46問が法令編一般知識が14問ですからこれで合計60問というのが行政書士試験ということになります。この60問の問題を3時間で解いていただくということになるんです。 で、この60問の問題3時間解くんだけれども、じゃあどうなったら合格するのかということになるんだよね。で、合格するためにはどうすればいいかというと、12ページの左下の方ですね、ここ見てください。この合格基準がね、3つあるんです。で、この合格基準を3つこれ満たす必要が、 これ全部満たす必要があります。でまずはねここなんですよ3番。合計行政書士試験の満点はね300点満点なんです。で300点満点のうちの60%以上を点取っている必要があります。60%以上ね。なので60%以上だからここですねほら180点。180点以上取れていれば 他の人と競うわけでもなく行政書士試験は合格ができるということになります。あの上位何名に入るとかねそんなことはしなくていいんですよだから行政書士試験はね他の人とだから勝負する必要はない自分と勝負すればいい自分で300点のうちのこう180点取れてればそれで合格ができるというのが行政書士試験です。ただ 180点にいってたとしても、ね、不合格になってしまう場合があるんですこれが要件の1と2ってやつですでまず要件の1からいきますがここです、ね、法令の科目の得点が満点の50%以上でなければいけないとで法令の満点は244点なので244点のうちの50%だと122点以上法令編の方でまず点を取っていただければいいと で、これ取れないとその時点でも不合格決定ということになります。ただね、この122点っていうのは、レックでしっかり1年間合,合格のための勉強、学習していただければ、ここはもう十分取れる。まあそういう点です、ここはね。で、これは問題ないです。問題はね、こっちです。要件の2。一般知識にもね、この基準点っていうのがあって、えー、満点の40%以上の点を取る必要があると。 で行政書士試験の一般知識の満点は56点なので40%以上だと24点だって書いたんだね、えー、分かりにくい数字なんです、えー、分かりやすい数字に直すと行政書士試験の一般知識の問題数は14問でしたよねそのうち6問です6問正解していればいいこれで40%ということになりますで これがねなかなかこう一般知識が難しい問題なんかが出るとねその年の合格率なんかが下がってしまうんです。えー、一般知識に関してはこの6問以上正解をしていないといけないということになりますのでこういう方がいらっしゃるんですよまれにねあの法令編の方で180点以上は取れてましたと。 で全体でで180点は超えてるんですだけど一般知識の正解数が5問しかなかったので結局不合格になってしまいましたと,ということで一般知識の基準点を突破できずに不合格になってしまうっていうパターンの方がいらっしゃるんですね。なのでですね先ほど申し上げたように政治経済社会っていうのは範囲が広いので。 当然レックの合格講座でね、えー、基礎的な知識を得ていただいて自分の方からさらに積極的に政治経済社会の知識を得るということで試験までの1年間は過ごしていただきたいと思いますね。さあもと戻りましょうか。でまあこういう形でね、えー、この3つの要件全部満たして180点以上超えていればそれで合格ができるという試験になるんです。で 近年の合格率っていうのはどんなものなのかということなんだけれども、これが13ページの今度右上ですね。11月の試験を経ると、今度1月下旬に合格発表があるんです。で、ここにね、あのー、見にくいんだけども、オレンジの部分。これが合格率を示しているものです。えー、13%、9%、15%。 で前回が12%と山になってますね。とまあ予想だけども今度は今度は上がるんじゃないかなっていう形でね思います。なのでまあ大体10%ぐらいですかね平均するとね合格率としては10%前後というのが行政書士試験の近年の合格率ではあるかなと思われます。 なのでまあ難しい試験ですよもちろん10人に1人しか受からない、えー、100人に10人しか受からないわけだからね、えー、当然まあ国家試験ですから、えー、非常に難しいという合格率の試験ではありますが、えー、レックで1年間しっかり学習していただければ合格のための知識というのは十分つきますので、えー、しっかりね合格講座で一緒に学習をしていただければと思いますさあ えこういう形でまあ行政書士試験のまあ概要ということで説明を終わらせていただきたいと思います。で今度はね、あのー、行政書士の今度は業務仕事ですね。行政書士の仕事ってまあどういう仕事をやるのかということになります。で、まあ、行政書士試験に合格したらね あの登録のための手続きなんていうのを都道府県に一つ行政書士会がありますのでそこにかこう出向いてね行政書士に登録する手続きっていうのをやっていただくとで登録手続きが終わると行政書士業務をいざすることになりますでこの時に行政書士業務ってねたくさんあるんです。 でどういう業務なんていうのがあるかっていうと、まあ、典型的な、まあ、一般的な業務としてまず挙げられるのは相続続のの手続きとか、えー、遺言書の作成に関する業務ですねで遺言書の作成とかね相続手続きなんていうのは、まあ、民法の知識、えー、試験の時に学習受験勉強の時に民法のね知識学習してますがこの知識が十分に生きる、えー、そういう業務です。 でまず相続業務なんていうのはお亡くなりになった方が、えー、不動産とかそれから金融資産なんていうのを持っていますのでこの不動産や金融資産の相続手続き名義変更の手続きということを行うっていうのが相続手続きです。相相続手続続手き名義変更をを行ううためには誰が相続人であるかということいいいこまず確定しななけければいけないで 誰が相続人であるかを確定するのはどうやって確定するのかっていうと、お亡くなりになった方のですね骨積頭本をまあ生まれてからお亡くなりになるまで連続した戸籍頭本を全部取っていくということが必要になってきます。で、まあ本籍地がね一つだったらいいんだけれども、だいたいこう本籍地を点々とね、えー、している方が多い。 そうするとそれぞれのこう市役所に出向いて、えー、その方の戸籍謄本,本の取得続いたものっていうのが必要なんだけれども一般の方はですねもうそもそも戸籍謄本の見方自体がよくわからないと今でこそねあの横書きになって。 こうパソコンで打ったような形の戸籍謄本になってますけども人昔前はこう縦書きの戸籍謄本でねそれも手書きだったものだから手書きの漢字が読みにくいとかね、えー、結局だからこの戸籍謄本の1つ前の戸籍謄本取ってきてくれって言われたけどどうやって1個前っていうのがわかるんだどこ見たらそれがわかるんだということで一般の方はなかなかこう戸籍謄本の見方自体がわからない難しいと。 そええー、行政書士の相続手続業務、えー、戸籍謄本の見方なんていうのはね、えー、相続の手続業務やっていく形で覚えていきますからそういったところがこう専門性を生かして業務をやっていただくことになります。 で戸籍等の見方なんでどうやって見るのかなんていうとねあの登録するとね研修会の通知なんかがあのその都道府県からね、えー、来たりしますからそういう研修会に参加をしていただくとそういう研修逐一やっておると思いますのでね、えー、そういう研修会に参加していただいて、えー、業務の輪を広げるそれから仲間の輪を広げてね、えー、仕事に関しての分からないところを聞き合うとかそういうこともできますので。 まあそういったところは積極的にね参加していただいたらいろいろな輪が広がるんじゃないかなと思います。あとは遺言書作成ですねあのお亡くなりになるそういう方まあお亡くなりになる時に遺言書くとですねなかなかこう冷静に判断ができなくなっちゃうので私なんかはねこう遺言書書くときにはこう。 死が直前に迫ってない状態で書くんですよなんていうのはねあの老人ホームなんかに行ってねお話をさせていただくことがありますまあ、その方がこうなんていうんですかね落ち着いて自分のことが判断できるからですね だいたいた遺言っていうとう、ね、お亡くなりになる直前に書くっていうイメージがあるかもしれませんがそうじゃなくて、えー、比較的こう落ち着いた状態で死が間近には迫ってない状態のところで落ち着いて自分のことを書くとで自分の財産どうさせるのか、えー、そこを書くっていうのが遺言ということになります。で遺言に関しては、まあ、法律を知らない方が、ね、自分で遺言を書いてしまうと。 えー、遺言は厳格な様式行為といって民法の定める要件をしっかり守ってないと民法に関してねあのそのルール守ってないと遺言全体が全部無効だということになりかねないんです。こんでそこら辺がこう行政書士が遺言の作成の原案ですね、まあ、原案をチェック作成してそれを手書きしていただいたりとかね。あととはは一番いいのは交渉役場と というところですね元裁判官が退官された方とかね、えー、そういったところが交渉役場に勤めておって交渉人という先生がいらっしゃいますがその交渉役場で遺言書を作成する公正証書遺言とかね、えー、そういう形でこう中を取り次ぐというようなことも行政書士業務とということにはなりますあとはですねまあ最近だと成年後見に関する制度。 という形で、えー、非貢献人まあ、判断能力欠如したそういう方たちのために行政書士がね、えー、貢献人ということで引き受けるということはあります、えー、それから契約書の作成とか内容証明郵便の作成なんていうのも行政書士の業務です行政書士の業務は弁護士と異なってねあの紛争になってしまうと行政書士の業務っていうのはなかなかこうやりにくい 紛争性が出てきてしまうと弁護士のまあ専門業務という形になると思いますので行政書士はこう紛争が起こらないようにまあ予防法務なんてねよく言われるんだけれども紛争が起こらないように予防をするというのがまあ行政書士のの一つのメイン業務ですそのためにはこう契約を締結するときにそれをしっかり口約束ではなくって書面に残すと ということで契約書の作成なんていうのを行政書士が行うということも行政書士のの一つの業務になりますあ,、まあ、あとは内容証明郵便これももう書面の作成ということになりますが、えー、クーリングオフを内容証明郵便で行ったりとか損害賠償請求をまず内容証明郵便出して相手方の対応を見てみるとかね、えー、そういう形で内容証明郵便を依頼受けて、えー、作ると作成するということも行政書士の業務。 になりますあとはまあそうですね許認可行政書士のメイン業務なんて言ったらね許認可もメイン業務にはなるんだけれどもあのの許認可の申請をすするとということですね一番典型的な許認可はそうですね建設業じゃないでしょうかね建設業の許可申請というものがあります。 500万円以上の請負い契約を締結すると建設請負い契約を締結するような時はえ都道府県知事なんかからねあの建設業の許可を事前に得ておかなければいけないということになっていますのでその建設業の許可申請を行政書士が行うと。で建設業の許可申請書の作成はね添付書類の中にこう財務書表 なんんていうのがあるんですねそういうのはこう会社の確定申告とか個人の方でも確定申告しているのでそういう確定申告書類から数字をこう財務書表の方にね申請書の様式の財務書表の中にこう数字を振り返ってあげるなんていう作業をし,がな,しなければいけないということでこれもなかなかねこ慣れてないと難しいところでこれも行政書士の専門性を生かして業務をやっていただく部分ということになります。 あとは法人の設立という形で会社の定款の作成株式会社の定款の作成をして交渉役場で認証の手続きを経たりとかね、えー、そういったところも行政書士の業務になります。あとは国際業務と呼ばれるもので入国管理局まあ今は出入国在留管理庁と。 というふうに言われていますが、そのいわゆる入管とね、みんな言ってますが、入管に外国人の方の在留申請を行っていくということが、まあ行政書士の業務です。まあ、今申請と言いましたが、正確には取り次ぎというんですね。申請人は外国人本人で、それを入管に取り次ぐというのが行政書士の業務ということになります。で、入管に取り次ぐためには、行政書士試験に合格した後。 さらに日本行政書士会が主催する研修会に出てね効果測定なんていう試験があってそれに合格ができるとその取り次ぎの資格というものをもらうことができます。 でこれもね、あのー、外国人の方日本で学校に行ったりとか仕事に行ったりとかしてなかなか昼間にね入国管理局に行く入管に行くっていうことがなかなか難しいのでそこを代わりにこう行政書士が取り次ぐというようなことが、まあ、一つのメイン業務になります。 あとはねまあいろいろ、うん、他にもねたくさんありますよ。許認可関係で言えば本当にこう法律があって許認可が必要なものなんてたくさんある。飲食店の営業許可とかね、えー、パチンコ店とかだったら風俗営業の許可だとかね。えー、それから それからなだろう古本を売りたいなんていう場合は古物の営業許可とかね質屋をやりたいんだったら質屋営業に基づく許可とか、まあ、そういう本当にこの許認可申請なんていうのはいっぱいありますので。 皆さんが合格したらねこう自分の好きな分野何なのかと、まあ、最初はね合格してわからないかもしれませんがある程度こういろんな仕事やってみるとで自分に向いてる仕事なんていうのが出てくると思いますので、えー、そういうものを専門的にこうやっていったらね、えー、業務としてはいいのではないかなと思います。まあ、皆さんが合格した時にはね、 あのー、いろんな業務が目の前にはあると思いますので、えー、どんどん自分の方から業務はねやっていっていただいてあとは研修会なんかにも出ていただいて輪、えー、を広げていただくなんていうことをやっていただければいいかなと思います。でそのためにはこの行政書士試験にまず合格しなければいけませんので、えー、行政書士試験に合格するためにはこの REC のね合格講座っていうのは非常に的を得てる。 特に合格講座に関しては行政法と民法に非常にねあの時間を割いてテキストも両方とも2分冊ずつっていうことになっていますので行政法と民法を制するものは行政書士試験を制するなんて言われるぐらい行政法法と民法重要ですからね、えー、ここに重点を置いている行合格講座なんていうのは皆さんの合格に一番近いそのための講座だと思ってますから是非ね一緒に学習していきましょう。 えー、それでは本日の講義はこれで終了ということになります。ありがとうございました